ルールルルルルルー、猫かよ。山田正弘の今夜も丸つる、パーソナリティの山田正弘でございます。構成の小ネギチなわけで。なんか中途半端だな。いや、はい、ね、うん、北の国からですよ。はい。オープニングね、やっちゃったね。知ってるよね、みんなね。ルールルルっつったら、あのホタル。同世代だったらね、みんな ね、うん、若い子たちはぜひね、見てもらえたらいいんじゃないかと、うん、俺は今めちゃくちゃハマってて、今ここにも、北の国から1、2があるわけなんだけどね。もう徐々に見ていくわけですね。徐々にね、見ていくので、みんなもぜひ追いついてください。泣けるぜ。本日も10分間お付き合いください。よろしくお願いします。この番組はエコタ某所山田スタジオからお送りしております。おい、はいはい、今日ね、はい、写真撮ってきたんですよ俺。いきなりですね。はい、ちゃんとした本当プロ仕様のスタジオで、うん、写真撮ってきて、はい、そこがね本当すごいんだよね。5階建てのビルで、宮崎あおいさんとか、はいはいはい、ドリカムとか、うん、なんだっけね、三日月、あ、彩香さんだ、彩香さん、はい、とか、まあ一昨日は東方神起たらしいよ。っていう規模の本当著名人たちがいっぱい使ってる。そうそうそう。にちょこんと俺が行って、うん、で芸能人が踏んできた足跡だったり、座った椅子とか、全部追っかけてきた。うん、ここは誰々が座った。じゃあ座る。いやもうそれただのミーハーじゃないですか。まあでもさっきちょっと写真見せてもらったけど、うん、すごい綺麗だったよね。ねえ、すごいんですよ、うん。なんかメルヘンチックな感じで。ね、あのね、うん、A スタ、B スタ、C スタ、D、なんかね、5、6つぐらいスタジオあって、はい、それぞれテーマが分かれてるのね。もちろん白バックがあったりとか、はいはいはい、あとはまあヨーロッパとかね。うん、まあなんかいろいろ雰囲気に合わせてあって、うん、屋上もあるしね、はいはいはい。外も全部すごい、なんかね、ディズニーを設計したかデザインしたかっていう人がなんかやったみたいなスタジオで。そうそう、すごいのよ。うん、そう、そこで撮って、まあ今日はあの本格的な撮りじゃなくて俗にロケハンっていうのかな。ロケハンですか、うん、はいはいはい、してきて、うん、近々がっつり撮ってきます。なんでつぶやいたの。最後ちょっと萎縮した。じゃあそれ楽しみに、またね、うん、ファンの皆さんは楽しみにしていただければくださいね。はいはい、ということで、ということで、はい、お便りが、お便りのコーナー、はい、一通来ておりまして、はいはい、ちょっと待ってね、ラジオネーム、ゆたんぽさん、うん、あったかい名前でいいじゃないですか、今の時期にはね、うん、山田さんこんにちは、こんにちは、急に寒くなって喉を痛めないようにしてくださいね、ということで、はいはい、はい、今日は友達との会話で、山田さんって猫好きだったよねみたいな話から、うん、山田さんちはモモンガ飼ってんだよね、うん、みたいな話になり、いるよ、なんかいるんすか。ねらねらで、あれ、ラジオでなんかお兄さんの部屋で飼ってるって言ってなかったっけみたいな話になり、うん、結局なんか友達の夢かもしれないという話になったのですが、ああ俺潰しちゃったんだ、そうそうそう、真相はどうなんでしょうかっていうメールだったんですけど。なるほどね、まあいるということでね、うん、それもさっきまた見せてもらったんですけど、行っちゃったよ、はい、すっごいちっちゃいね、そうそう、めっちゃ可愛いでしょ、クリクリした目で、そうなんだよね、うん、怯えていたね、うん、超可愛いよね。うん。なんだっけ、名前は、なんか、何種類か名前があるんだよね。一体につき何種類も名前があるわけですね。まあ、最近はチャッピー。最近は、はい。チャッピー。かつては。かつては、ニクニクくん。くんまでが名前だから。ニクニクくんくんだったんだじゃん。いや、呼び捨てねえ。あ、呼び捨てでニクニクくんなんだ。チャッピーくんって言ってみたじゃん。あ、なるほどね。ニクニクくんが名前だから。あははは。ニクニクくん、チャッピー。あーはは。なんでかっていうと、はい、あの子はね、はい、うちの兄貴が、はい、友達からなんだろう、なんか預かったみたいな。預かった。うん。はい。みたいな感じの子で、はい、ある日急に来たのね。うん。檻とともに。はいはい。で、なんか遊んでたんだけど、基本的に名前知らないんだよね。本名。本名。あ、本名を知らないわけだね。本名。流れ着いたやつだからね、そう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 、ちょっとね。うん、だから、初めはモモンガって呼んでたんだけど、うん、そのまんまじゃねえか。かわいそうですはいはいはい。なんか、ね、だから名前つけたろうと思って、はいはい。なんか、さっき見て思ったと思うけど、すごいさ、はい、なんか、ぷにゃぷにゃしてるじゃん。ぷにゃぷにゃしてるよね。めっちゃかわいいでしょ、尻尾とか、はいはい。ふわふわしてるし。うん。肉肉くんだと。
こいつはもう肉肉くんしかねえと。まんまだよね。でしょ、はい、うまいでしょ肉肉くんって。名前で聞いたらバカバカしく見えるけど。ちょっと言いづらいんだけどね。でもさ、なんか見たらさ、わかるでしょ、はい。わかりますよ。ああああってなるよね。肉肉くんだってなるよね。うん、そうで、それでしばらく呼んでたんだけど、はい、ある日突然ね、呼びにくいってことに気づいて。そうだよね。ニクニクくん。なんかちょっとね、ニクニクくんみたいな。うん、くんのとこでちょっと詰まるんだよね。そうなのね、はい。だから、チャッピーにしようと。言いやすいように。そうそう。これは、パプアくんっていうアニメのね、チャッピーっていうワンちゃん、はい、結構似てるんだよね。はい。似てるよね。まあ、いろんな人に否定されるけど。どうなんかな。似てない。でも名前はちゃんとぴったり合ってるよね。合ってるでしょ？あの子にね。チャッピーニクニクくん。どっちでもいいんだけどね。いいのか。まあそういうわけで、うん、あのゆたんぽさん、うちには、はい、うちにはってか兄貴の部屋にはね、いらっしゃるという、うん、ことで。めっちゃ可愛いから。じゃあ今日のあれね、アップするということで、にくにくくんの顔を。ああ写真、あのね、うん、あいつね、撮らしてくん、うん、ってか撮らしてくれるんだけど、うん、すばしっこいじゃん。で携帯でさ、はいはい、カシャっていった時点からさ、姿を消すわけだね。そうそう、パッていくから。俺何度もあれ撮ろうとトライしてるんだけど、うん、全部こうブレるのよ。ああ。だから、袋ももがあって、あの、悲しい話に大体同じだから、Google 画像からたまに引っ張ってきてるけど、はいはいはい、でもね、撮らせてほしい、うん。あいつね、あとね、暗くしないと出てこないんだよね。あの、夜行性だから。ああ、なるほど、ね。そうそう、明るいとね、はい、ひょこんと、小屋の中に入っちゃう。なるほど。またその、ひょこんと檻の中に入って、で尻尾だけボニョンって出てるのめちゃくちゃ可愛いんだけど、うん、頭隠してみたいなね、うん、そうなんか油みたいな目で本当ね作り物みたいな目なんだよねあれはね、そうなんですよ。まあでもいらっしゃるということでということでございました、うん、はい、なんだっけ、ゆたんぽさん、ゆたんぽさん、はい、お便りありがとうございます。ございます。お便りは以上でございますか。お便りです。はい。申し訳ない。みたいな感じで皆様からのお便りをどしどしとお待ちしております。お願いいたします。スイース。勝手に生チーム。ワン、ツー。丘の木陰で風を待つ。透き通った君は小春美人。スイートエンドビターな下心地、ロッテのパイの実、いちご味もあったでよ。山田も最後の今夜もマッツル、やちのひととき。おうムカつくムカつくの久々だね。いやこれ久しぶりだからさ、ちょっとねテンション上がったんですよ。お便り来たんですか、これ。やっと来たんですよ、一つ2ヶ月3ヶ月ぶりぐらいにね。来ない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 ってね。そうそうそう、もう消えていくんじゃないかっていうねこのコーナーが。やっと来ましたっていうね。いやいや、ああ嬉しいですね。そうそうそう、じゃあちょっと読まさせていただきます。はい、お願いします。ラジオネーム、はい、ゆかこさん、みかこさん、ゆかこさん、あ、ゆかこさん、はい、はい、私のおすすめアイテムは、はい、ガジュマルの木ですと。ガジュマルの木、はい、天使が宿る木と言われていて、沖縄や熱帯地域に多くあります、うん、ということで、ガジュマルの木をちょっと検索してみたところ、はい、この写真でございます、はい、あーこれね、そうです、あーもう見ていただければ分かると思うんですけども、はい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 、あーこれあれだね、この木何の木だね。そうでございます、もう気になる木だね、まんまでございますよ。すごいねこれ、うん、これそうなの、これ、これ多分ガジュマルっていうのはこれ正式名称なのこれ。あでもそうだね。なんかね、いやこれ日本語の名前みたいだね。ね、英語の名前はねちょっと読めねえなこれ、ちょっとちょっと読めないんでね、あのウィキペディアでまた検索していただけると皆さんわかると思うんで。でもこれ絶対その沖何の木、気になる木だよね。その沖何の木？いやあれはなってた今。そうそう、この沖何の木ね。この沖何の木。どの沖何の木だっつって。今日疲れちゃうのかな。写真撮ってるし。いや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 。まあまあまあ。まあまあそのわけで、久々にいただけましたね。そうですね。いやありがたいことですね。これだから実際に行ってみないと癒されないからね。そのうち行きたいですね。東京にはあるのかね。あでも苗木があるって書いてたから。苗木って何？苗木ってだからあのこれちっちゃい。なんかここから育てていきます、ね、育てていきますみたいな、はい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 、うん、種みたいなですね、あるみたいなんで、うん、まあ育てていけばもしかしたらでかくなって天使が宿って待ってるよっつって言われるかもしれないからっつって、まあ、そんな話はどうでもいいっつって死ぬってことかい、うん、まあまあまあそんな感じで、いや、まあ、いやいや、はい、久々の、うん、癒しのひととき、はい、癒しのアイテムありがとうございます。ありがとうございました、ゆかこさん。ということで、癒しのひとときのコーナーでございました。はい、勝手に生CM。森
森永チョコレート小枝。開封後はお早めにお召し上がりください。山田も最後の今夜もマルツル、マルツルライブ。え、嘘。まあちょっとね、別にちょっと何どうしたの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 。もう一回撮らせてください。もう一回行く。もう一回撮る。それはできねえな。なんでなんでどうしたの。いやまあいいです。俺マとルとツとルを言っただけだよ。はい。ちょっとね。いや本当に。まあいいですよ。いいよ、はい、いいと思うよ。はい、じゃあマルツライブってことね。はい、ねご存知の通り、はい、歌を歌っていくコーナーでございますけれども、はい、本日はね何を歌おうかなと。はい。考える間もなく決めました。はい。この木何の木気になる木。はい。まあなんとなく分かってはいたけどもね。ねせっかくお便りもね、久々に、はい、癒しの人だけでね、うん、届いたわけだし、うん、ね、歌ってみようかと思います。はい。ということで、この木何の木気になる木。はい。タイトルいいのかな。まあいいや。この木なんの木気になる木、名前も知らない木ですから、名前も知らない木になるでしょう。この木なんの木気になる木、名前も知らない木ですから、名前も知らない気になるでしょう。この木なんの木気になる気になる、名前も知らない木ですから、名前も知らない。お便りをいただいて僕たちが楽しく作る今夜もマルツル。山田も最後の今夜もマルツル、エンディングでございます。はい、終わりますね。もう終わってしまいますよ。哀愁漂う。あ、終わるといえば、はいはいはい、あのね、先週だっけな、先々週だっけな、あの、はい、ネットラジオで取り上げたんだけど、はい、取り上げたってことじゃないけど、あの鳥の市、鳥の市、ね、あの秋祭りが、うん、11月3本やるんですね、はい、1の鳥と2の鳥と3の鳥、はいはいはい、で1の鳥2の鳥終わっちゃったんだけど、はい、3の鳥がね、うん、来週かな、26日の土曜日に、うん、あるんですよ。はい、ね、お祭り、うん、絶対行ってみんな。強制会本当に遊ぼう。みんなね、現代人忙しいからさ、はい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 、なんか遊ばないよねみんな。俺ちょっとなんか、まあそう、みんな忙しいからしょうがないんでね、なんかサークルみたいなの作ったら遊ぼうかな、うん、みんな遊ばせると思うんだよね。そうかね。ね、空いてんの26。空いてないです。これ見ろね。そうなんだって、忙しいよね確かに ね、うん、だからちょっとみんなさ、うん、遊ぼう。俺ちょっとその企画するわ、なんかバーベキューとか。ね、そうね、はい、ぼちぼちクリスマスも近いので、あーはーはー、スペシャルもきっと多分コネクションが考えてくれてるでしょう。投げっぱなしだよ。まあそんな感じで本日も、うん、お送りしてまいりました、山田正弘の今夜もマルツル。はい、来週もねゆっくりまったり、はい、じっくり、うん、ひらめかないこれ以上。お送りするので、はい、ぜひお楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。めんどくさいようなことばかりでも、どこか大切なもの。